カルデラと阿蘇五岳、遠望阿蘇神社の門前町、阿蘇中学加工阿蘇市は、熊本県東北部、阿蘇地域の中央に位置する市。熊本県東北部、熊本市から約 50km の九州山地内に位置し、地域東部と北西部で、大分県に接する。旧、市宮町区域の大部分は、阿蘇山が形成したカルデラ盆地の中に含まれている。 市街地のアソと姫ヒメアメダスについて記述する。太平洋側気候であるが、標高が高い。また、欠片の気候区分において、温暖湿潤気候となっている。特に梅雨期の降水量が多く、年間降水量は二千八百三十一点六ミリメートルと、大変多い。九州地方では、大分県武田市や湯布市湯布院町、宮崎県西薄気郡五ヶ瀬町とともに、 寒さの厳しい場所で、年平均気温は、摂氏12.9度。夏場でも最高気温が、摂氏35度以上の猛暑日の観測例はない。8月11日の摂氏34.9度冬日も、多く1月25日の低、摂氏16.8度また、真冬日となることがある。強い寒気や、南岸低気圧の影響により、山間部で積雪することがある。 また、平地でも、気象条件次第では、うっすらと、積雪することがある。他に町村と違い、阿蘇市に続きそのまま大技を表示する。市役所のある、宮所の地区周辺の空中写真。2016年5月12日撮影の3枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 従来の大技の前に、一宮町を冠する。従来の大技の前に、波野を冠する。日本初期に、阿蘇国という国として記される。畜紫風土記に、肥後国阿蘇県という県として記される。国造本義によれば、阿蘇国を支配したのは、阿蘇国造である。阿蘇氏はその子孫とされる。ここで、日本初期によれば、阿蘇国造の祖先でもある、阿蘇国彦。 阿蘇飛び目の日清が登場し、この日清がいたことが阿蘇の地名の由来であると記される。この日清は市内の阿蘇神社の祭神となっている。律令制の下では阿蘇軍の一部であった。第一次産業、第二次産業、第三次産業と順に生産額が大きい。阿蘇市は観光地なので第三次産業の生産額。 従事者数の割合が過半数を占めている。産業別総生産産業別従事者比率高なめし高滑しも、参照赤牛丼自動車学校図書館研修、宿泊施設博物館、美術館の阿蘇駅宮所の駅市の中心となる駅、宮地駅九州旅客鉄道長距離バス、一般路線バスすべて参考バスによる運行。 一般国道主要地方道一般県道その他阿蘇、神社阿蘇山は個人。ありがとうございます。